家康？その女がサヨをいじめ殺しやがった！何が悪いって言うのよ！お前たちは何の役にも立てない地方の田舎者でしょ！家畜と同じ！それをどう扱おうが私の勝手じゃない！まだかばう気か？いや、俺が切る！毎日来てしまう。やはり一階にこんなくつろげる店があるのが悪いのでは？何があったんだい？大した傷じゃ、ありません。皆様が無事でよかった。こびてみろよ、トーサカ。どうしがたや、骨。まっさとここから逃げ出す。誰が僕の邪魔をするって言うんだ！ガキが。あんた、指の爪を剥ぐんだって？いい趣味してるじゃないか。今日は久しぶりに楽しめそうだ。お食までお仕事お疲れ様ですね。お友達のためでちか。麗しい友情ってやつにおいら感動で涙が出ちゃう。でもあいつはもうすぐお迎えが来ちゃうんだよね。やんのかマイキー。いくらマイキー君でもこいつには10秒で殺すよ。パーチンが負けたと思ってるやつ全員出てこい。俺が殺す。蘇生もできぬよ、根源者とも消えてもらう。貴様。アンナス、寝ていろ。お前は何をしていた？薬。ああ、お邪魔しい。俺の名前はケアル。あれは俺の全てを奪った女。俺が地獄を味わった元凶。復讐の標的。おい！なあ、これどういうあれ？挨拶だよ、挨拶。日本式の歓迎祭。なるほど、挨拶ね。何してんだ、てめえ！おや、挨拶だよ。俺はお前のせいで地獄に落ち苦しんだ。だから復讐する。復讐なんて。これから他の指も順番に折っていく。全部折るまで悲鳴を上げなければフレアの勝ち。やります。ですから、もし耐えたら。残念、惜しかったな。俺の勝ちだ。存在自体が邪魔なんだよ。いいよ、やってみなよ放送。そしたらあんたらがつるんでる連中全部潰してやる。分かったから、もうやめてください。高宮さんって言ってみろよ。殺すぞ。今は殺人者になってもいい気分だ。二度と私に関わるな、このクズが！あなたは8月31日に力を失っているはず。かつての力なんてどこにもないのよ。俺が弱くなったところで別にお前が強くなったわけじゃねえだろうがよ。ああ！
貸した金すぐ返せるよな。月に 30% の利子なんて法外です。なんだこのガキ。わしにこれを奪えといた張本人。だったらまずてめえからだな。当たらねえ、やろ。最近の1年はお盛んだな。先輩。お、やんのか。お前卑怯だろ。それはあんただろ。昨日うんこ踏んだんで。おい園原、やめろと言ったはずだ。おとなしくしてろ。そうすればお前を殺してやる。ダメ、リヒト。黙れ。食事中だぞ、行儀よくしろよ。お前は目上に対する礼儀がなってない。なんだその目は。神殿騎士に逆らうのか。小さい男。異教止め。だから行儀よくしろって。